当の発信基地 GQ10 周年おめでとうございます。思い起こせば2009年ですね、 GQ ができた翌年に、忘れもしない、GP がありましてね、そこで得た私たちの感動というのはものすごいものがありました。これからの10年もぜひ、期待してます。そして応援しています。10周年おめでとうございます。私もジェンダちゃんと知り合ってもう10年、お前は三重から通って、はあ、あの頃は34歳でした。今43になりました。これからもずっと、ジェンダちゃんと、そして10Q ファミリーと私も歩んでいきたいと思います。10周年おめでとうございます。これからも、国際協力とゴスペルというのを掛け合わせた素晴らしいコンセプトの、このグループを、これで10年、20年、30年とずっと続けていければいいなと思っています。 GQ10 周年おめでとうございます。今年はぜひ渋谷の方にお伺いして皆さんと交流をしていきたいなと思ってます。皆さんもぜひサニタマに遊びに来てください。 GQ ファミリー10周年おめでとうございます。歌いに行ったら明るくなれる場所、それを目指して、サニーサイドゴスペルクラブ船橋、そして幕張を立ち上げさせていただきました。こんな素敵な場所を私もこれからも10年20年頑張っていきますので、 GQ ファミリー皆さんよろしくお願いします。 GQ10 周年おめでとうございます。これからも楽しく歌っていきましょう。おめでとうございます。10周年おめでとう。